全世界で絶大な人気を誇るヒーローたちの物語、僕のヒーローアカデミア。実はこの物語ができるまでに本編では明かされていない数多くの初期設定があるのを知っていますか？ミネタに変な角がついている。ということで今回はヒロアカの初期設定資料について解説していこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のジャンププラスアプリで読んでから見てね。この動画を見終わった時、あなたは学生マウントレディマジで可愛いなと思っていることでしょう。それでは行ってみよう。ヒロアカの主人公緑谷出久は、初期設定では赤谷三雲という名前の少年でした。デクの面影はあるけど名前はだいぶ違うね。そばかすでテンパの髪型は今のデクと変わらないものの、今より髪が長く片目が隠れる陰気な印象が強いキャラデザになっており、ぼっちではないものの陽キャグループには入れず、大人数だと急に口数が少なくなるタイプという妙にリアルなクソナード設定になっていました。そう考えると最初の頃から陽キャグループと喋れてたデクってだいぶ社交的になったんだね。ヒーローコスチュームはデクママが作ったヒーロースーツとあまり変わらないのですが、目つきなどがよりヴィランっぽくなっており、ヒーロー名もファインドキッドという大人になったら恥ずかしくなりそうな名前でした。キンキキッズみたいだね。ギリギリまで赤谷三雲という設定だったデクでしたが、同時期に連載していたワールドトリガーの主人公が三雲治という名前で被ってしまうため、緑谷出久に変更されたのではないかと噂されています。ワールドトリガーの作者の芦原先生と堀越先生は仲良しで、お互いの作品のキャライラストを寄稿してたりするから、緑谷出久に改名してよかったかもね。現在大活躍中のマウントレディは、もともとの設定はヒロアカの正ヒロインで UA の生徒だったようです。正直お茶子より可愛いかも。初期設定ではギガントマキアの2倍の大きさである 50m まで巨大化できるパワフルなヒロインとして構想されていましたが、年頃の女子高生が巨大化して戦うというのはどう考えてもハードで暗い展開になりそうだということで、明るく裏表のない性格のお茶子がヒロインになったというエピソードが明かされています。確かにマウントレディが初期設定のままだったら、ヒロインが最終決戦でラスボスを鈍器で殴りまくる衝撃的なシーンが描かれていたんだね。堀越先生の判断は間違ってなかったよ。一人だけ画風が違うオールマイトの設定は初期から変わっていないのですが、今のオールマイトよりさらにおっさん度が高めのキャラデザになっていたようで、バッキバキに絞られた筋肉に初老のおっさんという子供が見たら泣いてしまうようなキャラデザでした。今の爽やかマッチョなオールマイトになってよかったよ。トゥルーフォームのデザインは今とほとんど変更がなく、無敵のヒーローが弱体化した後の世界という設定はヒロアカの物語の主軸になっていたということですね。オールマイトの最後がどうなるのか気になって仕方ないよ。現在の正ヒロインうららかお茶子は初期設定からほとんど変わっておらず、キャラデザもほぼ変更はありませんでした。不死家庭ってとこだけが今と違うね。ヒーロー名や個性の設定も同じで、若干頭身が高くスマートな印象になっていますね。この頃の堀越先生はまだムチムチフェチに目覚める前だったんだね。主人公がクソナード設定だったため、明るい性格で会話をリードしてくれるヒロインがいいという理由でマウントレディからヒロインの座を奪ったお茶子でしたが、もしマウントレディがヒロインだったらどうなっていたのか気になりますね。裏表ありまくりのマウントレディだからツンデレヒロインだったかもしれないね。爆豪勝樹は初期設定からかなり変更があったキャラクターで、名前も爆豪ではなくゴーゴー、ヒーロー名は爆心地になる予定でした。大爆殺神ダイナマイトの方がマシに思えてきた。文武両道のエリートで学年1位の才能マンというのは変わらないものの、今のような口が悪いいじめっ子タイプではなく、天才すぎてデクがなんで何もできないのか理解できないというキラキラした顔でナチュラルに嫌味を言うタイプだったようです。それはそれでムカつくな。個性やキャラデザはあまり変更がないものの、トップヒーローを目指すのは金と名声のためというかなり現実主義者だったようですね。ステインがブチギレそうなヒーロー像だね。トドロキショウとも初期設定からほとんど変更がないキャラクターですが、家庭環境のせいでめちゃくちゃ暗い性格だという設定はヒロアカ開始当初のトドロキにその面影が見受けられます。
今はただのド天然ボーイ。個性婚という設定も変わっていませんが、内容が今より生々しく、恋人がいた轟霊をエンデバーが無理やり奪いはらませ、そのことが原因で霊の精神が病んでしまい、ショートの顔面を傷つけたという、とても少年誌ではやれないような胸クソ設定になっていたようです。寝取られ好きも低レベルの家庭環境だよ。クラス委員長でクソ真面目な熱血感、飯田天也はもともとは遊泳生ではなく27歳のプロヒーローとして登場する予定でした。見た目も小汚いし全然印象が違うよ。かなり強力な個性である飯田のエンジンと矢尾桃の創造は、当初はプロヒーローが持っている個性の予定でしたが、強すぎる個性はプロが持っているより未熟な学生が持っていた方が面白いのではないかという案で、飯田と矢尾桃はクラスメートに設定が変わったようですね。金儲け好きそうな顔してるからステインに刺されてそう。気のいい熱血感である霧島も初期設定とあまり変更がないのですが、今より不良感が強いもののバリバリの高校デビューということで、いかつい外見なのに敬語で喋るという性格になっていたようです。キラキラスマイルで嫌味を言ってくるかっちゃんと、ギラギラした目で敬語使う霧島くんがコンビになっていたと思うとゾッとするよ。個性は全身を硬くする効果ではなく、体の一部を圧縮して強度を増す圧縮という個性になっており、圧縮箇所は血が通わなくなるため持続時間が短く、複数箇所は同時に圧縮できないというとんでもない外れ個性だったようです。この設定だったら今より霧島くんは人気出なかったかもね。ヒロアカナンバーワン性癖クラッシャー葉隠れ徹は透明人間という設定は同じですが、露出狂のド変態という点が変更されています。まあ今の葉隠れちゃんも露出狂なのは変わりないけど、キャラデザもフェイスマスクにブーツとグローブ、謎のサポートアイテムと割と装備が多いデザインだったようで、思い切ってグローブだけに変更した堀越先生の判断は間違いなかったようですね。作画コストも減るし妄想もはかどるし一石二鳥だね。努力し続ける永遠のナンバー2、トドロキエンジことエンデバーは、一番初めの設定ではキャラデザ自体はあまり変更がないものの、飯田のようなクソ真面目な性格だったようで、法と秩序を何より遵守し、ヴィラン追跡中も信号待ちをして取り逃がしてしまうこともあるまっすぐすぎる性格で、市民からも愛されている人気ヒーローという設定だったようです。ド天然具合が今の轟くんに反映されたのかな。当初は愛されヒーローだったエンデバーでしたが、個性婚で妻を寝取り息子たちから恨まれる闇を背負う羽目になったのはちょっとかわいそうな気がしますね。轟家は結構設定変わってそうだよね。18禁ヒーローとして異彩を放つミッドナイトは、初期設定からも18禁ヒーローなのには変わりありませんが、今より露出度が低くちゃんとした女性教師の見た目をしているのが大きな変更点です。でも言っていることは今より下水よ。ヒーローコスチュームがエロすぎて法律を変えたという設定は引き継がれているものの、キャラデザや性格が大きく変更されたキャラクターと言えるでしょう。このままのミッドナイトだったら絶対トドロキくんをひいきしまくってそう。プッシーキャッツは初期設定からかなり大きな変更があったキャラクターで、もともとは黒猫と白猫をモチーフにした2人組のヒーローでした。プリキュアみたい。28歳のメインクーンと27歳のラグドールのユニットヒーローで、今のプッシーキャッツとは違い、今期に焦っている設定も当初はなかったようです。普通にメインクーン可愛いよ。その後は4人組に変更され、今のプッシーキャッツに近くなったものの、マンダレイはバツイチ子持ち、トラは元から男性のオセロットという名前で、チームメンバーのシャムとは婚約しているラブラブカップル、ピクシーボブは今期に焦る独身女性と、チーム解散待ったなしの複雑なヒーローチームだったようです。ピクシーボブがさらにこじらせそうな人間関係だよ。植物を操るネイチャーヒーロー森林カムイは、キャラデザや個性などに大きな変更はないものの、本編では語られていない壮絶な生い立ちが設定資料で明かされています。コミックスのキャラ紹介でも詳しくは語られていなかったよね。あまりにもおぞましい容姿で生まれた森林カムイは、まだ若かった母親によって山に捨てられ、幼少期を森で一人で暮らしていたという過酷な幼少期を過ごしていたようです。植物の個性を持っていたから
水と太陽光だけで生き延びることができたんだ。さらに心優しい夫婦に拾われ、人の優しさをかみしめていた矢先に、住んでいた農村がヴィランに襲われ壊滅したという重すぎる過去を持っており、ヒロアカ屈指の重い過去を背負っているヒーローという設定だったようですね。異形に生まれて迫害されるエピソードって庄司くんの過去にちょっと似ているよね。ちなみに若い母親に捨てられたトラウマから若い女性に苦手意識があるようで、マウントレディに振り回される森林カムイというのはこの初期設定の名残なのかもしれません。ヒロアカのラスボス死柄木弔は初期設定でも全身の至るところに手がついているデザインは変わらないのですが、素顔がかなりおぞましく、くぼんだ眼下と真っ黒な口という闇が深い素顔をしていたようですね。今のイケメン弔くんになってよかった。個性も崩壊ではなく触れた者の命を奪うという個性だったようですが、本質は変わらないため伝播する崩壊の方が凶悪になっている気がします。最初の設定では死柄木もビジランテっていう設定だったんだね。ヒーロー免許を持たず独自の思想で個性を使いヒーローを殺して回るステインのような行動理念を持っていたようで、自分自身の憎しみのために動く今の死柄木弔とはだいぶ性格も変更されています。この顔がドアップされたら子供泣いちゃうよ。ヒーロー殺しステインは大きな変更点はないものの、今より爬虫類系の印象が強く異形な怪物といった初期デザインになっています。スピナーとステインが合わさった感じだね。個性も凝結ではなく結相となっており、自分の血を相手に取り込ませることで体の自由を奪うというかなり使いづらい性質になっていますね。相手の血を舐めるだけで自由を奪える凝結ってむちゃくちゃ強いよね。もともとヒーローを目指す学生だったという設定は変わらないのですが、トマトボーイというヒーローがヒーロー活動中にポカミスしたことに激怒して殺してしまったことがヴィランになるきっかけだったようです。トマトボーイ絶対ポンコツヒーローだよ。ということで今回はヒロアカの初期設定について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。この動画が1000いいねを超えたら、ヒロアカ本編では語られていない秘密をまとめた解説動画も作っていこうと思うので、いいねとチャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。フルスウルトラ。